福島茂雄は、日本の医師、医学博士、政治家。元自由民主党参議院議員。埼玉県出身。1942年日本、大学専門部医学科卒。1944年、埼玉県小玉郡本庄町に、福島病院を開設し院長となる。埼玉県議会議員を2期務めた後、1977年の、 第11回参議院議員通常選挙に、日本医師会の政治連盟である、日本医師連盟の支援を受け、全国区から自民党公認で立候補、127万を超える、票を得て、田秀夫、枝さつきに次いで3位当選。1980年7月から1981年11月まで、鈴木内閣において、環境政務次官を務めた。 1981年5月、群馬県伊勢崎市に伊勢崎福島病院を設立し理事長となる。1983年の第13回参議院議員通常選挙には立候補しなかった。1988年10月、本庄総合病院を設立し会長となる。1989年の第15回参議院議員通常選挙に 埼玉県選挙区から無所属で立候補するも3位で落選した。この他埼玉県医師会長や日本大学理事などを務めた。2012年7月15日、多臓器不全のため死去。94歳。ありがとうございます。